海と日本プロジェクト in 秋田県。我々のその住んでいる地と海というのはもう切っても話すことはできない、そういう関係だと思います。豊穣な海を継ぐことによって我々の生きるこの郷土も豊穣な郷土になるんじゃないかなというふうに思っております。おはようございます。推進リーダーの佐々木祐希です。本日僕は秋田市にある株式会社金森水産に来ています。こちらでは水産加工品の製造と販売を行っています。社長の金森さんにお話をお聞きしました。絶えず時代は変化していく、その変化に合わせて、そのものの価値というものは変動して動いていきます。求められる価値に合わせて我々も、探求していかなきゃいけないというのは私の考えです。ここずっとですね、新しいその学校給食に対する食育という意味で、いかに地場の魚生産物をですね、学生の皆さんに食べさせるようにするかということで、食べやすいものをいかにして提案するかということでやってきました。その中でも秋田といいますとどうしてもハタハタと思いますので、それをやっぱり唐揚げにしたり、もしくはフライにしたり、小さな子でも食べやすいようなものを提供しようということでやっています。生産者の皆さんが高齢化してきているというのも一つあります。それから秋田県の水産の漁獲量がどんどん落ちてきているということもございます。それともう一つはやっぱり取れている魚の価値、その付加価値の付け方が非常にまず秋田は遅れているということもあると思います。いろいろとなかなか一般的にこう流通しないようなものの中でも新しいその価値をこうつけて流通できるようなことを、もう少し考えていかなきゃいけないのではないかなというふうには考えています。はい、そうですね、我々の世代になるとですね、やっぱり小さい時から秋田ではこのハタハタと生まれた時から食べているわけですね。ハタハタが今ちょうど最盛期で、ここ1ヶ月ぐらいなかなか量見えなかったんですが、非常にまとまった量が見えてきていました。そういうこともありましてですね、少し価格も下がりまして皆さんに供給できるんじゃないかなと思います。若い人たちもできる限りでハタハタの食していただいて、秋田のその食文化というものを再発揮していただければなと思います。食べ方はいろんな食べ方できますので、自分でそういう工夫して、自分に合った美味しい食べ方をすればいいんじゃないかなと思って考えています。食べてください。秋田のお魚をお家で食べて海を感じてくださいね。海と日本。